好きな食べ物はナシゴレン。どうも、ゆぴーです。ヘイワッサー、ということで今日はですね、セブンイレブンでこんなものを見つけたので紹介します。おはようさんが出してるスムージーアイス、キウイミックスでございます。なんかすごいおしゃれパッケージが。まあ、女子力の高い女の子でしたら知ってますよね、スムージー。飲んでますよね、スムージー。まあ、凍らせた果物とかを使ったそのシャーベット状的な飲み物。それをスムージーって言うんですけど、で、そのスムージーをアイスにしちゃったというものでございます。キウイの果肉を入れたアイスってなかなかなくない？なんか珍しいなと思ったんでね。ちょっと食べてみたいと思います。はい、見た目はこんな感じ。ほのかに緑色っていう感じですね。じゃあ食べていかんやおめえら。あー、あのね、口当たりはすごい滑らかなんだけど、さっぱりしてる。やっぱりキウイだからかな。さっぱりしてます。結構大きい粒の氷が入ってて、ザクザクして、それがね、いい食感のアクセントになってますね。これおいしい。ちょいちょい出てくる果肉、これがね、飽きさせないね、俺を。うん、結構量が多い。だからさ、私いっぱいアイス食べたいのっていうね、おデブちゃんにはすごくいい量かもしれませんね、これね。はい、ということで初めて買ったんですけど、これ多分また買っちゃう味かもしれない。普通のアイスクリームよりはまろやかな口当たり。でもキウイのそのさっぱりとした味わいっていうのがね、楽しめるので、皆さんもぜひ買ってみてください。セブンイレブン限定でございます。スムージーアイス、キウイミックスのご紹介でした。食べてみてね、ペロン。でもね、こうやってアイスとかも食べてますけど、そろそろね、ほんとデブカトゥーとか言ってる場合じゃない。ダイエットしないでやばい。お前らもダイエットしろ。人のことデブデブ言う前にお前らもダイエットしろ。え？